皆さんこんにちは、りょうかです。今日から数日間コーデ Vlog を撮ろうと思っております。おはようございます。見て、デカニキビできてめっちゃ痛くてつらい。ちょっと朝で声が全然出ないんですけど、ちょっとつらいな。なんかニキビができておりまして、しかも見てここもね、やけどしたのすごい顔面なんですけど、はい、ちょっと今日もパックをしていきます。こちらボナジュールのグリーンティーエッセンシャルマスクです。私が好きなタイプのマスクの、なんだろう、生地、このタイプ私めっちゃ好きなんだよね。これは緑茶成分が入ってて、水分量がめちゃくちゃ多いので、朝からしっかりちょっと保湿していきます。肌荒れ気味です。すごくない？プルンプルンになる。乾燥が気になる季節なので、もう朝はもう本当に必須って感じで、パックが毎日しっかり忘れずにやっております。なんかニキビもやばいんだけど、なんかちょっと冬になって若干やっぱ色味、肌が明るくなるとね、シミが気になるよね。より去年の冬、ちょうど多分本当に今ぐらいかなに、シミ取りのレーザー当てたんですけど、今は年中美白系に力を入れてます。スキンケアはちょっと今からメイクして、ちょっと仕事して、昼間は今日夕方ぐらいから外出するんでっていう感じです。今日の夜は誠さんとご飯に行くんだよ。久しぶりにディナー行ってっていう感じです。はいはい、今日のコーデはこんな感じです。ショーパンとジャケットのセットアップに、インナーはリオちゃんのブランドのリエルリシェのね、ネイビーのインナーを着ております。まことさんのコラボバッグこのね、マウジーのちょっとね、横から見たシルエットがこう太めな感じのブーツです。めっちゃ可愛いのこれ。今日はイベント、コスメのイベント行って、誠さんと夜ご飯食べて帰るって感じなんで、ちょっとね、きれいめな感じの格好で行っていきたいと思います。いただきます。乾杯。乾杯。めっちゃ誠さんとディナーです。はい、お疲れ様でした。Sometime and I promise you that. I promise you that. I promise you that.今日はラーメンフェスタに来ました。友達と今から合流してラーメンを食べまくりたいと思います。やった。イエーイ。今日もあやのちゃんです。ラーメン食べに来ました。ゆかちゃん3杯食べます。イエーイ。チャーシュー麺にしました。いただきます。最高。美味しそう。うん、うまっ。あれ、うん、
乾杯3杯目ですとレモンサワーをゲットしました。イエイ、うん、これだけ美味しい、これとか、うん、魚介の匂いがする。はい、帰ってきました。今日のコーデはこんな感じでした。マルジェラの、ね、デニム結構ゆるゆるなんですけど、パッドが入ってね、かわいいの。ザラのモフモフワンコバッグ。ジャケットはミースロエのジャケットを着てて、半袖のニットなんですけど、リリーシルクのものです。スニーカーはこちらのニューバランスでした。ちょっとね、あやのちゃんにコーデ取ってもらおうと思ってたんだけど、話が盛り上がりすぎて忘れてましたこんな感じでした。はい、お風呂上がりました。今日はこちらボナジュールのプロポリスエッセンシャルマスクを使ってます。これは蜂の巣にね、こう菌が入ってくるのを遮断する成分のプロポリスエキスと、あとマヌカハニーエキスが入ってるので、敏感肌の方でも使いやすいパックです。こういう蜂蜜系のなんかこうパック、プロポリスとかマヌカハニーとかそういう成分のパックって結構とろみがすごくて、なんかあんまりこうトロトロしすぎたものが好きじゃなくて、そうなんか表面がベタついて残っちゃう気がして、なんだけどこれはすごくさっぱりしてて、テクスチャーもすごい肌なじみいいので、これは本当ハチミツ系で唯一私が好きだなって思えたパック。はい、で最近はですね、あの季節の変わり目で乾燥とくすみが気になるので、ボナジュールのアルティメイトブライトニングセラムを使ってます。これはあの Q10 の口コミがめちゃくちゃ良くて気になってて試してみたっていうやつの1本目がもうすぐなくなりそうな感じなんですけど、くすみをケアする10種類の成分がギュッと凝縮されていて、テクスチャーはとろみのある感じの、ベタつかずにもっちりした感じのテクスチャー使用感です。肌に馴染みやすい黄金比率のバランスで入っているので、低刺激で、私みたいにあのシミとかくすみとかそういうのが気になるよって人にはすごいおすすめです。これをねすごい気になってて使ってます。でもすごい良くて、もう半分以上なくなっちゃった。クリームがこちらのレチノールパワーコンセントレートクリームミニ。これがレチノールとバクチオールをリポソーム化して配合されたクリームで、つけ心地も割と重くないので使いやすいです。でこれがあのグルタチオンとナイアシンアミドも一緒に配合されてるので、くすみケアもできちゃうみたいな。でレチノールが入ってるんだけど、そんなにこう刺激が強くないので、レチノール試してみたいなっていう方にはすごいあのおすすめです。目代わりのセットをご紹介したくて撮ってるんですけど、ついてくるけどめっちゃ良くて、まあ、これ撮ってるのは Q10 の目代わりの前なんで、ちょっと大きめのサイズが欲しいなって思うぐらいめっちゃいい。すごい、初鎌倉。は今日は、鎌倉旅行に来ております。りょうたのお友達がブランド、アクセサリーブランドをやってて、でなんかそれを鎌倉でポップアップするっていう話で、あのよければ店頭立ちませんかというお話をいただいたので、じゃあまあそのついでに旅行もしちゃおうと思って鎌倉旅行に今日は来ております。1泊2日、初めての鎌倉。はい、今ちょっと早めにチェックインを済ませまして、今からちょっとこうカフェでねゆっくりしつつ、その後
お店でちょっと皆さんにお会いして夜ご飯って感じで今日は進めていこうと思います。お弟子さんですにマルジェラのブーツを買わせておりまして、ちょっと今日夜まであるんでジャケットミスロイのジャケットをお手持ちです、うん、バッグはコルニアのムーンバッグ。はい、OK です。はい、ヨタズファッションチェック、本日はこんな感じです。え、めっちゃかわいいね。ちょっと、いいね。見せて。あ、え、めっちゃいいやん。かわいい。いいな、やっぱり。うん、ま、シルバーかわいいね。ポップアップ来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。箸置きをいただきました。箸置き。The moment you step in to find some shelter to and get a world you're seen by a girl. Her eyes are red and new, 'cause I don't know what your lips are saying. And get a world, it's the most beautiful.どう？ブドウ。うん。美味しい。あの確かに身と皮の間の味がする。ということで久しぶりのコーデ Vlog いかがでしたでしょうか。11月に入って、まあ、秋なんだけど紫外線が気になるなっていう日もあれば、あのもう冬だなって感じるぐらいに肌寒くて乾燥が気になる日もあるので、スキンケアには力を入れてます。今回はですね、今日ご紹介したボナジュールさんとの9点目代わりのコラボセットを発売することになりましたので、こちらの動画でご紹介させていただきました。私の今の肌悩みがもうシミ、そばかす、くすみっていうね、ずっとこれだけが本当に悩みなので、そんなね私にドストライクなアイテムになります。
ボナジュールのアルティメイトグローセラムの 30mm が2個とレチノールパワーコンセントレートクリームミニのね 3mm のミニサイズが3個と、シートマスクがねグリーンティーエッセンシャルマスクとプロポリスエッセンシャルマスク、今回の動画でねご紹介したものたちがセットになって、ベースが6800円なんですけど、まあ、割引とあの目代わりのクーポンを適用させたら最終的にはこのセットが3458円であのご購入、一番安くてねご購入できるみたいなので、ぜひチェックしてみてください。で特にグローセラムはあの口コミをね、見てもらったら分かるんですけど、くすみや色ムラのケアする美容液として愛用されてる方が多いので、ぜひあのこの冬の期間にねそれこそレーザー当てようかなって思ってたりとか、まあ、シミケア、くすみケアとかそういうそっち方面をちょっと頑張ってみようかなって思ってる方にはめちゃくちゃお得なセットなのでぜひ試してみてほしいです。ということで概要欄に詳細貼っておくのでぜひチェックしてみてください。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。